はい、どうも皆さん、こんにちは、沖縄です。今回は、LLSL、一体選出やっていきましょう。このキャラですね、登場して間もなく、1年半になるんですが、1対3の適性かなり高そうなんで、使っていくことにします。能力見ていきましょう。打撃は気力回復、射撃はアーマーキラー 150% アップの4ダメ。必殺は2、特大ダメージの必殺4ダメ 30% アップ、踏ん張り貫通3カウント。そして、味方が落ちているごとに気絶の確率が上がります。特殊圧は範囲系、発動時気力50回復、湯逃げ増加、4ダメアップ、デバフ状態異常無効、耐久不要もつけて全圧が繋がるという。いや、神ですね。メンヤビ必殺ドロー、体力回復、気力回復、湯逃げ 30% 増加、リジェネがつきまして、ここから湯逃げになります。バトル開始し、湯逃げ 85% 増加、4ダメ 90% アップ、黄色に対する4ダメキラー 40%、必殺4ダメ上がって、火ダメージも 70% カット、射撃必殺圧コスト10段、さらに敵がサイヤ、損一族で統一されてる、と4ダメが 20% アップ常時。そしてこれですよね、ユニークゲージ。場に出てるときユニークゲージが徐々に増加し、マックスになるとなんと手札3枚ドロー、体力 20% 回復、気力60回復、場逃げ 100% 回復、4ダメ 60% 1回、20% アップ70カウント消去負荷、ドロー速70カウント、特化無効15カウントといったわけで、えげつないバフが乗っかります。さらに敵がアーツを打つとカード1枚ドロー、4ダメアップ、ドロー速がこっちでも上がって、他にも自爆とかカバチェンとか能力たくさんあるんですが、1対3では使わないんで割愛します。というわけで早速 PVP の方やっていきましょう。見せてやるとするか、真のパワーを。絶対遊んでる。みんなはオーラが守る。俺たちサイヤ人の強さは、はい、お願いします。相手は青村のサイヤですね。いや、ガチパでした。前回ビティもエグかった。頑張りましょう。キュイーン。よろしくお願いします。いや、でもね、今日のセルはね、マジで、無限の可能性があると思っていて、特殊はなんか、はい。マジでね、やれると思ってる。で、セルの耐久力ですけど、なんとも言えん。そんなに高くはないっすね。ただ、耐えてくれるんじゃないかな。相手究極圧溜まってるわけでもないし。頑張れ！それ外れてる！外れてるよ！跳ねるか？なんだ！オッケー。さあ、範囲特殊で、ユニークゲージ 20% 増加させて耐久不要。で、特化無効は今ないかな。強っ！火力やばない？ちょ、早いユニーク溜まれ。予約行ってこ。オッケーオッケー。オッケー、強え！で、バニー回復もしました。これさすがに外すべ。これだろ。マジで？え、マジでそれ！え、嘘！モターレス捨ててくる覚悟だったんだ。え、マジか。ま、でもいいや。ある程度の耐久力、そして、火力見ることができましたね。なんで、これ、わざわざ、毎試合これ、ゲボ見なあかんのか。めんどくさいな。うん、毎試合ゲボ確定演出だわ。200万入って強。ありがとうございました。ということで、今日は、こちらのセルを使っていきます。次の獲物を探すとするか。はい、お願いします。おいお、そうだ、特別ボイス入るんだ、ウルメシは。会社行き。行きましょう。おお、なんだそのバックとしは。はい、圧ドローして、特化無効っすよ。強力すぎる。で、今ドロー速1で経過。ユニーケ使わさせて、下げてくるか。マジでいやらしい。まあ、いいや、予約一つしといて、気絶 10%。頼む！気絶入れ！俺にボール回収させろ！頼む。無理か。10% は薄いよな。総裁。一つ一つ丁寧にやっていったらセルはマジでね、一生コンボ取れるんで。はい。特殊秋ね、そもそも持ってません。打つか。熱。これ。怖すぎる。ね、特殊秋が強いわ、それ。無理か。いや、メイン切るべきだったか。一応、ユニゲー体力回復。いや、圧、圧ないんじゃね？だってさ、メインは直後で切れないじゃないですか。いや、圧ゼロ切ない？頼む、止まれ。持ってるんかい。じゃ無理だ。じゃ無理って。止まれ！くだらん、マジで。自分が使った時はさ、ゴージャブル全然圧下がらへんくせに、こういう時だけ一生圧持ってんの、なんなん、マジで。そろそろ本気出しちゃおっかな。正直言ってね、さっきまで手抜いてました。うん。手抜いてたというよりも、セルをですね、これまで僕はあまり使ったことがなかったわけですよ。ただ、生まれ変わりました、私。たった今、世界最強のセル使いとなったんで、よろしくお願いします。早速。これ、最近カブスビュー。いや、言ってきてくれ！両対応したい、できれば。
おー、コンボ力めっちゃ積んでくる。何枚持ってんねや、おかしい。射撃しかねえだろ、逆に射撃。もう噛み合うしさ、もうこだからこっちから攻めんの嫌なの。なんで、一億千万分の一でしょ、今の。もう嫌だ。もうマジでほんと、もう全部今日これなの。で、この毎回自爆演出が入ってさ、強すぎだろ、もう自爆で三立てしろ。そしたら今日の企画終わりじゃん。はい、なんだこれ、なんかようわかりませんけども、元気なくなってきた。ボコボコにされすぎて、あの今目のハイライトが消えてます。元気玉いる時点でだいぶきついんだよな。この元気玉ターレスとかいう並び考えた人マジで誰。行くわ、速圧2連回避、 OK、 早い回避でこの使い方ね。動きはね別に悪くないと思うんですけどね、なかなかうまいこといかんのっすよね。あとはやっぱ究極圧持ってないから、敵を一体ゴリ押しして持っていくっていう性能にね、あまり長けていないので、そこが厳しいとこかな。もう一枚。いやー、これメイン切るか。バニ回復して、跳ねてんね、撃ちまーす。これさ、バニない読み。おー、ラッキーラッキー。バニ回復してるからね。はい、じゃあ行き。OK! 完璧、いい感じっすよ、すごい、今のところ。一人でめっちゃ荒らしてる。えい。で、ドロー速もすげえ。いや、元気玉のさ、ボール吐きがマジで嫌なんだよな。どうすればいい？入れ込め。早い回避。え、これ絶対特殊持ってる。あいー！範囲特殊最強すぎざます！これだよ、これ！こうじゃないと、やっぱり。やばい、積みが過去一輝いてる、これは。一番頑張ってるわ。確実に。えい。だいぶ元気玉削ってますよ。で、特化無効もまだあるかな。ちょっと待って、これ、特化無効のカウント覚えておかないとだな。外しまーす。やば！強すぎ！耐久表した状態で必殺いきましょう。気絶ワンチャン！ここ気絶入ったらマジで！あ、でもこれ解除されんのか。解除されるやな。で、バニ回復！撃ってこい、中距離！あいぃ！セルのバニ回復知らない！そして、落とせ！前回ありごめん！もう一回！いや、マジかよ！ちょっと待って、超楽しい。元気玉が硬すぎやろ！てか、7つ受けれんねん、こいつ。中距離。え、もうちょ、やべ！入った！なんだ、この試合。早い回避。大気くれ。集って、入れ。これさ、ライカムしてさ、ちょ待って、あと1ミリよ逃げ、待って、これ、最強の状態でカムしたぞ。通るじゃん。で、相手が倍埋まってくるんですよ。ただ、それを、ユニゲの倍回復で上書きする。これ、マジで完璧じゃない？間に合うから、超楽しい。700万。で、大きいのに食われますやん。で、多分ね、突っ込んでくると思うよ。じゃ、それを、守れ！いやー、惜しい！マジかよ！いや、やりたかった、くそ！落として！なんで外してきた？感謝駅。よし！ぶっ倒せ、マジで！もう一枚。ナイス！いや、もう、実況が間に合わない。いやー、マジか。いや、でもこれワンチャンズ、マジで。諦めんな。何してくれ？サンデル読み。よし、完璧。完璧すぎる！50号来るかな？来るか。落ち着け。射撃が欲しい。大丈夫。で、回避立つ。オッケー！完璧！で、バニ回復してるからこれ中距離行ってくるだろ。中距離来いや！中距離！待って、ごめん、俺が中距離しただけの金だ。遠距離下がったつもりだったけど入った。え、やばすぎでも勝てたんだけど。オッケー。あはは、大丈夫でした。ということで、いや、すごくね、元気なバターです。自爆セルで完封しました。
はい、ということで今回は自爆セル一体で PVP やってきましたが、いやーやばかったっすね。最後の試合はめちゃめちゃいい活躍してくれたと思います。何よりもやっぱユニークゲージね、圧無限にドローできて、体力もバニゲも回復できて、ドロー速もエグいんで、もう肩にはまったらマジで永続無限コンボみたいなもんなんでね。あと範囲特殊も強かったね。ファンキーなプレイヤーに対して確定反撃取って、そこからまたねユニゲとか貯めていくこともできるし、本当に一体としての完成度がめちゃめちゃ高いキャラやなって思いました。ただ耐久力はさすがに低かったんでね、ワンコンでも取られてしまったり、あとは気力源とかに対してなかなか耐性がなかったんで、そこら辺をうまくケアできる人が使ったらマジで強いんじゃないかな。ということで普段からマイナーキャラクター、マイナーパーティー使いまくって遊んでるんで、ぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。